特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律は、オゾン層破壊から人の健康の保護し、生活環境の保全することを目的として、特定フロンの製造、輸入を規制し、代替フロンへの転換を図ってきた法律である。法令番号は、昭和63年法律第53号、1988年5月20日に、交付され、 2018年7月4日の改正により、地球温暖化に影響の強い代替フロンについても、段階的に製造、消費を削減し、グリーン霊媒に転換するように改正された。オゾン層の保護のためのウィーン条約やその具体的な、推進のためのオゾン層を破壊する物質に関する、モントリオール議定書を国内で適切に施行することを、主な目的として制定された。 特定フロンの製造、輸入を規制し、代替フロンへの転換を図ってきた。2016年10月、ルワンダの木狩りにて、モントリオール議定書が改正され、代替フロンが地球温暖化に影響を与えることに鑑みて、平成30年には代替フロンについても2019年以降に製造、消費を削減し、グリーンバ媒に転換するように、法改正された。 ありがとうございます。